どうも、タクタクです、探し求めてたフライフドライバーがここにありました。というわけで、パート名古屋ね、もう17、もうこれを探すのにどれだけ苦労したか始めていきます。これでね、やっと先に進むはずです。しんどいわ。これね、ちょっと机もちゃんと調べないとこういう目に遭うっていうのは、やっとこっちに行けるよ。起動終了。出題される質問に答えてください。右から3番目の人形の目の色は何色でしたか？知るか？違います。マジで？どんなシステムこれ？ハイテクやな。ハイテクやなとか言って、ちょっと待ってよ、どういうこと？ちょっとどこからだっけこれ。こうか。スカイのはしご立てかけのここね。キモ。1番が緑、人形が吊るされています。白、白、青、キモいな。黒、木、順番、メモリー、もう大丈夫だよ。起動中、起動終了。出題される質問に答えてください。右から3番目の人形の目の色は何色でしたか？青だっけ。青色、正解です。次の質問に移ります。右側には目の人形の目の向きは目の向きも右から2番目は確かなんか左を向いていた気がするよ。左下。おお、噛んで合ってた。次の質問に移ります。左から順にロッカーに入っていた人形の目の色を言ってください。左から順に、黄色、黒、青、白、緑、これだ。正解です。ロックが解除されます。どこのロックが？ロックが解除されました。どこのですか？どこのロックですか？どこのロックが？どこのロックだよ。あれか？ここか？ついに。こっちか。違いました。来た、ついに。これは何だ？ついに来たかな？ここじゃないか？ここ。ほら来た！来たー！どこだー？
え？え？誰？どうしたの？何かの本の表紙が落ちてどうしたの？なんか嫌なことでもあったのかな。開かない。あかん。その食品が隣に並んでる。どこもかしこも。お、なんかあった。なんかあったよ。よし。食品だ。A B C D E F G H。もう開かない。なんだここは。あびっくりした。あれちょっと待ってくれ。なんかおる。あ、やめて。おー、なんだよ、なんなんだよ。開かない。よく見るとドアノブ付近に数字を入力する装置があります。はあ、数字。俺の知っている数字はこれぐらいだね。違う。わかんないな。うるさい。黙れ。子供の泣き声。黙れって言ってんだろうが。これはあれだな。そうよ、あなたも悪いのよ。私はこんなことになったのは。え、お前も死ね。いや、そうなるとは思っていたけれども。これどっから。あ、ここからか。探索が足りないのかな。あ、見えた。世界の童話第一図書室。え、これ図書室行くんじゃね。しようかな。この子は何なんだ。超だだっこだよ。というところでちょっともう時間になってしまいました。いや、ではまた次回よろしくお願いします。